ドラマにコントにレッスンに、俳優を夢見て体当たりし続けてきたモンスターズ。そんな彼らの成長の軌跡、モンスタークロニクル。実力派芸人とのコラボコント、若手俳優とコメディアンの化学反応にご注目ください。山田さん、卒業式の後にごめんね。あの、ずっと前から山田さんのことが好きでした。僕と付き合ってください。ごめんなさい、星野くんとは付き合えない。顔がタイプじゃないの。じゃあね。くそ。おい星野、どうしたんだよ。今日でこの学校卒業するのがそんなに悲しいのか。ただ山くん、実は今山田さんに告白したんだ。山田に？あの山田愛菜に？ダメだった。なんでだよ、こんないいやつなのに何がダメなんだよ。僕の顔がタイプじゃないって。山田のやつそんなこと言ったのか。ふざけんなよ、なんでそんなこと言わなくてもいいじゃねえかよ。星野、待っててくれ。今から俺が星野の仇取ってやる。え、仇って？俺今から山田に告白してくる。あ、ちょっと意味がよく分かんなかったんですけど。星野、もう大丈夫だ、安心しろ。山田は俺が絶対に落としてやる。あの、それ仇取れてます？あの、僕別に山田さんをただ攻略したいわけじゃないんで、告白しなくて大丈夫ですよ。じゃあ誰が星野の無念を晴らすんだよ。親友が傷つけられたってのに黙って見てろって言うのか。星野はこのままでいいのかよ。あいつ許せねえ。絶対に付き合ってやる。どういうモチベーションなんですか。あの、仇取りたいんじゃなくて付き合いたいだけじゃないの。そんなわけねえだろ、あんなブス。しかもあいつブスなくせに性格も悪いだろ。あんなやつのこと好きになるやつなんてどこにいるんだよ。ここにいます。なんか変な趣味でごめんなさい。畜生、あんなやつに告白したら一生恥かくよ。本当は絶対に告白したくないし絶対付き合いたくないよ。っていうか、もし山田に振られたりなんかしたら俺生きてけねえよ。じゃあ僕は今後どうやって生きていけばいいんでしょうか。あの、寺山くん、あの、今山田さんをディスると僕も一緒にディスれるシステムになってるんで気をつけてください。あ、山田さん。じゃあ星野、これも星野のためだ。ちょっくら付き合ってくるわ。え？山田、ちょっといいかな。寺山くん、どうしたの？俺と山田が初めて出会ったのは入学式の時。俺が落とした生徒手帳を山田が拾って届けてくれたんだよな。すごい覚えてるじゃん。あの時の生徒手帳を手渡そうとする君の笑顔がとても素敵で、あの日以来気がつくといつも君のことばかり目で追ってる自分がいたんだ。あれ、山田さんもなんかまんざらじゃない顔しちゃってるね。俺ずっと前から山田のことが好きでした。やっぱ好きなんかい。俺と付き合ってくれ。ごめんなさい、寺山くんとは付き合えない。実はさっき星野くんにも告白されたんだけど、
寺山くんの方がもっと無理。じゃあね。二人でボーリング行こう。真島先生、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。慣れましたか？いや、全然まだです。まだ1週間ですもんね。最近の小学生はね、生意気ですから覚悟しておいてくださいよ。はい。それ何ですか？これですか、はい、これ生徒のね、台本なんですよ。あ、うちのクラスね、子役がいましてね、授業中にこうセリフを覚えていたからこう募集したんですよ。確か何人か役者やってる生徒さんがいらっしゃるんですよね。ああ、よくご存知で。あともう一人いるんですけど、そいつもね、先仕事かなんかで学校来てなくて結構大変なんですよ。宮地先生、台本返してください。ダメだ。僕を誰だと思ってるんですか？日曜9時のドラマに出演している天才子役、神宮寺春だよ。だからって授業中に台本見ていいわけないだろ。返してください。次に出演するドラマの大事な第1話の台本なんです。また新しい作品撮ってるんですか？真島先生、すいません。神宮寺君の出てるドラマが好きで、前回の最後から2番目のランドセル、めちゃくちゃ面白かったです。どんなドラマだよそれ。応援ありがとう。いやー、何この光景。もしよかったら最終回のあのセリフ言ってもらってもいいですか？仕方ないですね。うん。次生まれ変わったら緑のランドセルにしたいな。内容が全然想像できないけど。すごい、生で聞けた。返してください。反省してますから、もう今後このようなことがないように。絶対演技だよね。僕は演技でこの世を変えようと色々やって。真似してるだけじゃん。いや、もうあの気いいんじゃん絶対。いや、真島先生も、分かったよ。演技じゃねえかやっぱり。あと先生、僕が言った国語の授業を増やす件どうなりました？無理だって言ったろ。僕には漢字が必要なんです。台本で漢字が読めなかったら共演者に迷惑がかかるじゃないですか。ダメだ。仕方ないわね。どこ読めないの？これはチャカって読むの。じゃあこれは書画台って読むの。どんなドラマに出んのね。子ども組長エピソード4、 V シネです。いや、攻めた作品出んなおい。ということで、次の理科の授業は国語に変更でいいですか？もういいよ、もう。小学校なんだと思ってんだ。好き勝手やっていいと思ってんのか。宮地先生、有名な子役だからって何やっても許されんのか。この前の運動会もそうだよ。神宮寺、お前組体操スタントマン使ったな。怪我してドラマに穴開けられませんから。あと作文コンクールの作文、あれ誰かに書いてもらったな。証拠でもあるんですか？セリフの言い回しが三谷さんの脚本だったんだよ。あと最後の伏線の回収もすごかったしな。事務所通してください。もうこれも言っちゃうぞ。先生見たぞ、体感倉庫から神宮寺と真島先生出てくるところよ。大人の女に手を出すな。ただの友達です。先生と生徒です。じゃあ百歩譲ってそうだったとしても、別に最近その年の差カップルなんて珍しいことじゃないですよね。このタイプは非常に珍しいです。いや、宮地先生、私は何もないです。前々から言おうと思ってたんですけど、先生って子役のことバカにしてますよね。そうかもしれないな。所詮な、子供なんだよ。大人の真似事なんてするんじゃないよ。はあ、子役の演技は大人の足元にも及ばないと、そう言いたいんですね。ああ。じゃあもう言うしかないですね。真島先生。いや、伊集院君。そうだね。
僕だよ。お前は俺のクラスの生徒で、1週間前から学校に来てない劇団朝顔の伊集院隆一郎。先生が新米教師だと思っていた人は子役だったんですよ。嘘だろ、なんでこんなことしてんだよ。先生に子役はすごいと知ってもらうためだよ。先生、子役ってすごいんだよ。大人をからかうな。なんなんだよお前ら、気持ち悪いな。うご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 う、お母さんに絶対言ってやるからな。あー怖い、こいつだ怖い。うわ、こいつゆとり世代じゃん。ね、あいつまだうんことか言ってんの。やべえ。ふわ、あ、ちょっとこれぐちゃぐちゃになっちゃった。ね、怒られるよ。せっかく買ったのにな。そういうのね、雑にすると美術祭に嫌われるよ。そうだよね、うん、俳優ってこういうとこに魂が宿るんだよね。ちょっと何言ってるか分かんないけどさ。次回も実力派芸人とのコラボコント、ザ・ベスト、キングオブコントチャンピオンも登場。